これが2022年の1月13日からウーバーイーツで頼んだやつですね。最初はケンタッキーでしたね。モスバーガー、ローソンって感じですね。で、マルガム製麺とかいろいろですね。ちょっと置いておきましょうか。いろいろ頼んでますね。マルガム製麺やっぱ結構頼んでますね。次行きましょう。で、5月くらいからですね、松屋から。このピザも来てますね、シカゴダイワーズ。あんかけ小鉢は美味しかったですね。で、11月5日からですね、寿司がちょっと増えてきたんですかね。寿司のかっぱ寿司っていう感じですね。あとカフェがちょっと増えましたね。カフェ頼んだら結構楽しかったって。ビローチェっていうのが美味しかったですね。サマルカフェも美味しかったし。カノガワ製麺も美味しいですね。カノガワ製麺美味しい。ハネマルのも美味しかったし。うどん系多いですね、やっぱり。次行きましょうか。で、今のこのラストが3月17日の寿司おくらですね。飲みました。